松坂城跡です。松坂城は戦国時代蒲生氏郷によって築城されました。城跡から見た松阪市の町です。遠くは伊勢湾です。蒲生氏郷の功績をたたえる氏郷祭りが毎年11月3日に行われます。早朝から体育館に衣装が用意されています。蒲生氏郷奥方冬姫を中心とした約130人の隊列参加者が集まってきました。一般公募で選ばれます。祭りのメインは武者行列で時代絵巻を再現します。着々と準備が進みます。鉄砲隊や甲冑姿の武士が次々と姿を現し、体育館は戦国時代に逆戻りです。ここでは騎乗が行われています。役作りによっては衣装、床山、騎乗を何度も行き来します。そのため同じ場所で行います。子どもたちは初めての舞台化粧に神妙な顔つきです。親は我が子の姿に大喜びです。冬姫の髪の流れも美しく整いました。乱れないよう衣装に糸で貼り付けます。威風堂々の武将姿の氏郷が出来上がってきます。氏郷はナマズ王の兜をかぶり、常に先頭に立ち、敵に突入しました。織田信長は氏郷の才覚を見抜き、我が娘冬姫を奥方として与えています。